主様、お一人でクエストをこなしてこられるまでご成長されて、私とても嬉しく思います。いらっしゃいませ。それにしても主様にまさかお姉妹がおられたなんて。第12話、気まぐれパティシエ自慢の一品、迷宮とクレープのメモリー。主様、どうされました？